天薬寮は、律令制の中の医室令により制定された期間で、区内省に属する医療、町薬を担当する部署。天薬寮は、宮廷管理への医療、医療関係者の要請及び役員等の管理を行った。天皇への医療を行う内薬師と対応なす。896年に内薬師を並行して、朝廷の医療を掌握した。長官は、天薬頭で、医師、 ハリ氏、アンマ氏、ジュゴン氏で構成されていた。また、イ博士、ハリ博士、アンマ博士、ジュゴン博士、役員氏がおり、その下には学生であるイ特業生が学んでいた。内薬師併合時にはジー、薬生、ジョイ博士も遺憾された。初期は、呪術的色彩も強かったらしく、732年には、主言道の快祖、エンノ納ズヌの弟子である、韓国広谷が、 天役頭に就任している。平安時代後期以降は、和家氏と丹橋による世襲となり、天役頭はもっぱら、丹橋流の小森家が独占した。小森家は六位蔵人を兼ねたため、天役頭であっても実際の天皇の配信や、寮の実務には携わらない、名誉職的存在となった。また、天役ゴンスの地位は、鴨明アケの神社の社家である藤木家が世襲したが、 こちらは、実際に真術を行い、天皇の配信もする家系であった。室町時代から、戦国時代にかけて、医師たちが啓発し僧侶に犠牲して、僧意を受ける例が続出すると、朝廷に出入りする医師も、俗体としての関位を持たない者が占めてゆく。彼らは関位を持たないため、官としての転薬領医師ではなく、単に、恋と呼ばれた。この傾向は、江戸時代中期まで継続したが、 高格天皇治世の頃から、朝廷の中で復興ブームが高まる中で、天役寮も最高の対象となり、天保期以降、小委たちは次々と蓄発して、管にを受け、天位になっていった。この時期は京都のみならず諸国の優秀な民間医が、天位に登用されるケースが増え、伝統的な官方医に加え、イラコ・ミツアキなど、オランダ医学の流れを組む者も認管されるようになった。 最高期の天役寮は武家転送の支配を受け、実質的な天衣たちの統率は天役ゴンスケの藤木家や天役大将に任じられた者がいった。また、天役大将以下の役職は天衣の中から技術の優劣や年功の徴用によって選ばれた。八百六十九年、明治維新に伴う完成改革によって廃止されたが、律令制に基づく機関の中では、 最後の段階で設置当初の職唱を明日ともに取り戻していたケウの存在であった。乳牛院は天薬寮に付属した機関の一つ、平安時代に設置された。別当が相関し、乳死町上に統括された品部の父戸が、父牛の飼育、牛乳の採取を行って皇室に苦護した。牛乳やイける、醍醐は薬としても使われていた。乳牛院 俗日本期、天平四年冬十月定外場。ありがとうございます。